コンドームバトラー五郎第1話のあらすじ。伝説のコンドーム。五郎が空き地で見つけたのは伝説のコンドームだった。コンドームを触るのも初めてな、オイラに開けられるわけ。なんだこれ。なんだおりゃ。すげえや。図らずもコンドームバトラーとなった五郎。大変だ、コンドーム狩りだ。二枚重ねで手に入れた最強の持続力、ワイの持続時間は13時間や。なったと。危ない、逃げるんだ五郎。見て、コンドームが破けているわ。そうか、コンドーム同士の摩擦で穴が開いたんだ。コンドームを2枚重ねるのは間違った使い方だったんだ。五郎の勝ちだ。よっしゃ、二度付け現金やで。ギリギリだったぜ。運命に引き寄せられるようにコンドームバトラーへの道を歩み始めた五郎。しかし彼はまだ待ち受けるさらなる困難に気づいていない。五郎、次回コンドームバトラー五郎、ハヤト行く。次もみんなでコンドームセット。